ナマルさん、おはようございます、うん、おはようございます。今日どこ行くんですか？今日会食。こんなラフな格好で？そう、まあラフな格好、珍しいですね。あ、本当ですか？いつもミクンレストランとか入った高級なとこで、はいはい、ネクタイして会食してんだけど、はい、今日なんか変なんだよね。あ、そうなんですね、うん、場所このすぐ近くなんですか？あの、Google によるとこの近くだけど、とてもレストランとかなさそうだね。なるほど、なるほど、うん、じゃ行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。ここね、ここですか？すごいね、なんかザ・昭和だね。ドクダミソっていう漫画を思い出すの。こんにちは。あ、どうも、初めまして。初めまして。いいね、この昭和感めちゃめちゃいいね。そうですか。ありがとうございます。今日は会食ありがとうございます。あ、ありがとうございます。会食で。あ、よろしくお願いします。お招きいただきありがとうございます。とんでもございません。あ、どうぞ、どうぞ。スポーティーですね。いや、スポーティーというか、短パン姿が10年に1回ぐらいしか食べない。この日のために。むちゃくちゃレアじゃないですか。レアレアレア。この日のために短パンで来てくださった。だって、古いイメージチェンジじゃないですか、これ見て。短パン T シャツ。短パン T シャツ見たことないです。だからさっきまで履いてたのがスリッパみたいなの履いてたから、ね。なんでそんなラフな格好で来てくださったんですか？やっぱりTPO でしょ。失礼な。ラフっぽいところやからってことですか？いや、事前情報で家賃3万8000円、港区だったら TPO、 これ想像して。想像通り。想像通り。TPO ぴったり。3万7000円ですよ。そうです、 ですか。港区で3万7000円の。いいね。めちゃめちゃいいね。ほんまですか？ほんまに思ってます？思ってる。心の底から思ってる。いや、そうです。にしてはすごい、心の底から。めちゃめちゃ綺麗に片付いてる。あ、そうです。片付けました、ちょっと。南原さんが来るって聞いて。ありがとうございます。3万7000円ってだって、うん、この時計よりだいぶ高いんです。まあ、この時計はね、このカバーが高いんですよね、結構。え？アップルウォッチのこのカバー。あ、え？アップルウォッチなんですか？そうそう、これカバーつけるんですよ。まあ、でもこのカバーがね、十何万円ぐらいする。いや、家賃よりめっちゃ高いじゃん。確かに。これで、カバーのみで。3万8000円って言ったら、3万7000円ですよ。3万8000円。ドラモンに借りてる駐車場よりも安いよ。そうですよね。車以下だね。車以下、誰がなんですか？誰が車以下なんですか、住んでんの。いや、ありがとうございます。どういたしまして。ちょっと今日は、南原社長、うん、僕大好きなんで。俺のこと知ってんの？もちろんご存知です。ご存知って自分で言うのはおかしいですけど、もちろん知ってますよ。年いくつ今からさ。僕31です。ああ。でもまあ、じゃあ、現役で見てたってことはないね、多分。あ、僕でもちっちゃい頃からも見てました。じゃあ、お父さんの隣で、あ、そうです。この辺の親父たちみたいな。いいです。並んでるね、虎たちを。そうです。僕そのマネーの虎が好きすぎて、僕自分で港区の虎って勝手に作った、はい、まあ、自分でというかみんなも呼んでる。猫じゃなくて？猫じゃないですよ。猫弱い猫じゃないですよ、虎より。先生、猫でしょ。猫じゃないですよ。今でも猫ぐらいだよね。めっちゃ言ってくるじゃないですか。めっちゃ言う。ごめん、僕ね、思ったことすぐ口に出しちゃ悪いですよ。ほんまですよ、マネーの虎の時から。すごい。じゃあ、だったらやんなきゃいいんじゃないとか言ってたでしょ。歯に衣着せぬといえば聞こえはいいけど、ちょっとね、もうちょっと発言するときに考えて発言したい。でも、冷徹な虎って言われてたから。いいじゃないですか。すごい冷静な感じでね。冷徹はいい意味だもんね。いい意味ですよね。あれ、間違ってますよね、皆さん。みんな間違ってるね。冷徹と冷酷と勘違いしてる。勘違いしてる、あれ。冷徹やから。そう、冷静な判断ができるという意味での。自分で調べた。いえ、知られてる。前から知ってた。僕、前から知ってました。なんやったら、南原さんから画面越しに聞いたことを今発表しました。ありがとうございます。ちょっと今日、会食。会食です。今日会食ですか？今日そうです。会食を、開こうと思いまして。この間僕に料理作ってくれたのは、四ツ谷のホテルドミクニの天下のミクニシェフで。ミクニシェフ。ミクニシェフと会食の次は、岡田シェフですね。もちろんそうです。これ分かる？いいなら。めちゃくちゃ下げてるじゃん。これ潜らないか。めっちゃ、あ、やってください。これ、すごい、
もう穴開くぐらい古いんで、グッてしただけで、ボクシング最近やってたから、そうだグッてしたらもうバーンってなる。おい、何してんねん何してんすか、ちょっと下から行く、何してんのほんまに2回やってるやん、止めてからもう1回やってるじゃん。下からクレーム来るからもうやめよやめてください、ほんまにめちゃめちゃ薄いんですから、ね、ちょっと会食をね、ぜひちょっと大好きな南原社長に、ちょっと僕の大好きなチャーハン、チャーハンだね。あ、わかりました。もう材料で、でも具があんまりないね、これ。これね、具ないんですよ。卵だけ、卵をもう生かした、こう素材本来の味、素材原価安めで、原価安めで、ただこの人件費がものすごい高いですから僕と。本当、はい、俺この間公演90分お願いされて、はい、90分50万だったけど、おすごいっすね、90分50万。テレビで出るギャラとかいくらぐらいですか。7000円です。俺より安いです。そうですね、テレビに出て、まあ、文化人学なんで大体2、3万ぐらいだけど、でも安っ、しくじり先生とかピンで出ると結構100万いかないけど、それぐらいもらえる。すごい、全部言う、全部言っていいのかな、これまあ芸能的にはちょっといいんです、でも全然、はい、言っていきましょう。そんなのもどんどん言っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあチャーハン、この鉄フライパンで、はい、いいね、これ、はい、僕が馴染んで、はい、僕が作ったというかプロデュースした、へえ、本当、はい、プロデュースしたんですよ。へ、等身大っていう文字を入れまして。なるほど、はい。で、岡田さんは、はい、今、芸人だったっけ。あ、そうですね、吉本さんだったっけ。いや、パッチューネっていう、パッチューネ、はい、ちっちゃな事務所、ほぼ個人、はいはい、個人事務所みたいな感じでやってますね。はい、もともとはホリプロコムっていう、はいはい、バナナマンさんとかと同じ、うん、どれぐらいテレビ出てるの。僕はそんなにですけど、最近で言ったら、うん、それはアベマで言うと、うん、アベマプライムっていう、うん、報道番組、報道番組、報道番組です。俺報道で出たいんだけどさ、ちょっと変わってくるよ。絶対いい、報道っていう顔じゃないでしょ。いや失礼な報道って、まあまあ顔じゃないですけど、いや報道はもうちょっと知性に確かに僕だからそのほんまに確かにって認めてんのNTT のなんか問題みたいになったじゃないですか、うん、政治家さんと、はい、そのどう思いますって言われて、うん、ちょっとわかんないんで、うん、偉い人に任せますって、うん、なるほど、ちょっと言っちゃいました。はいはい、そのほんまにわからんので、うん、そう、バラエティーにした方がいいね。そうすね、バラエティーいいよ、バラエティー、そうですね、楽しいし面白いですね。ちょっとじゃあちょっとエッグ、はい、え、コップ、はい、そうですね、これはちょっと、じゃあそれ飲みましょうか。いえいえ、ごっくりごっくりいいよ、飲んでも、飲んでもいいですか。ロッキーじゃないですか。ロッキーが出てこなかった。ちょっとさっきタンパク質足りてないんで。え、え、嘘でしょ。じゃあちょっといただきます。え、何してんのこの人。うわ、ああーじゃないです栄養です。むちゃくちゃロッキーやってるじゃないですか。ボクシングやってたから。あ、すごいムキムキや。ちょっとね、ちょっともう何だろうこれ全部飲んだら怒られるかな。ちょっと負けてらんないっすよ。あ、どうぞどうぞ。あんま欲しくないよ。なんか顔が気持ち悪そうだね。よう飲みましたね。今度はお醤油垂らしたりする。いや美味しい、うん、いや美味しいじゃないですよ。じゃあチャーハン、これチャーハンにならないじゃない。チャーハン、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 チャーハンね。南原さんは今はどこにお住まいなんですか。今、はい、だいたい虎ノ門あたりにいるね。あ、だいたい虎ノ門、だいたいってどういうことですか。だいたいってだって、だいたい家、だいたいはね、家はね、今なんかこう住所不定な。え、まだホームレスなんですか。いや、まあ一時ホームレスって言ってたけど、そうそう、最近はちょっとお金のあるホームレス。お金のあるホームレス。そうです、そういう状態なんですか。そういう状態。え、
お金持ちすぎたってことです。そんなことない。持ちすぎたらみんなホームレスになっていくっていう僕らのわからない景色みたいなことです。お金はね、ちょっとさっき計算したんだよね。はい。渡辺さん、さっき計算したらいくら損したんだったっけ？損した16億4千万です。めちゃくちゃ損してる。この1、2年で16億4千万損したんです。え？コロナ。うわぁ。でも元々がすごいあるからさ、そのね16億4千万ぐらいしかなかったんで、今貯金残高見たら40万ぐらいしかない。僕より少ないじゃん。マジっすか？そんな貯金あるんですか？貯金がありますよ。本当？いや40万はあります。もっとマジで。もっと、ね、すいません。驚いてます。うちの方がしたのは結構。あ、そうですね。 ありがとうございます。40万円、うん、すごい波乱万丈ですね。まあ人生は山あれば谷ありって言って水戸黄門も言ってたじゃないですか。言ってました。あれは楽あれば食われた。確かに楽水戸黄門の歌ですし、ね、そう歌で言ってました。そう、すごいですね。でもそのお金以外のものもすごいんじゃないですか、うん。金なくなろうがみんな、うん、こう、まあ、南原さんに集まってくる。そうだね、信用は結構あるからね。そうですね、仕事もちゃんとしてるし。そうですよね、うん、これこう2種類、うん、この混ぜ合わせたパターンと混ぜるとかまるで下手だね。やめてください。下手とかありますか？ご飯入れるときにさ、ちゃんとあのほぐして入れたらちゃんと、いや、そのまま入れてから箸で混ぜるからそんな風にダマんの。いや、グーの根も出ないです。確かに、そうです、ね、うん。ちょっとちゃんとうまいもん作ってよ。まあもちろん大丈夫です、大丈夫です。これ味の素。味の素。それで全てをごまかそうとして、ね。いや、ごまかすって言わないでください。ちゃんとしたやつですから。グルタミン酸。グルタミン酸、サトウキビから取った。石油から作ってるんじゃない。いや、やめてください。そう、おばあちゃんぐらいの時代のやつでしょ。その噂流れましたけど、ね、石油から。おばあちゃんの時代だからしょうがないよ。確かに。当時にとって62歳62歳ですか。若いですね。62で。でも最近ちょっと筋割れてるんですよ。うわ、すごっ。バキッと。バキッと割れてる。いや、そうは変わんない。なんでなん。バキッと。男には触らせない。いや、女性全然逃げないじゃん。むちゃくちゃ触らせてるじゃん。いや、自分から、自分から早く作って、もう自分からこれ、あ、いいだ、自然出ちゃうから、やめて、自然に出ちゃうってどういうことですか。いつも自慢してっから。腹筋割れてます。そう、すごい。よかった、大胸筋自慢しない。大今の父もまれてる。大胸筋自慢、すごいんですか、大胸筋。え、そうでしょ、この服の上から。じゃあ脱ごうか。すごい。最近ね、シャツが脱ごう。うわ、すげえ。おお、やめて。やめてって下がってないっつって。ちょっと怖い。すげえ。やめて。全然嫌がってないじゃん。喜んでた。喜んで。やばい。すごいですね、でも。熱いな。ムキムキ、あ、すいません。はい、燃えてる、燃えてる。危ない危ない、火出るよね、鉄こう行き過ぎると。そうそう、火出ると。あ、でもいい感じです。いい感じで。そうそうそう、いいな、この会食。いいですよね、たまにはこう気持ちのいいやつ。いいな、いいっすね。緊張感ゼロで。いや、緊張感マイナス。マイナス。どうぞ。だらけ感プラス。だらけ感プラスしてるじゃないですか。過去収録で一番だらけてるね。これなんすか。これマスク。あ、こうかけるんですね。忘れてくからここに。ああ、結構その置いてきちゃってしまう。そうそうそう。で、外出た後に気づいた。うわ、まあ、コンビニ行かないかみたいな。そうですよね。マスク買うとき、マスクない状態でコンビニ行くとき、あれ、そうしたら済みますよね。そうだ、ね、あとお金減っちゃうしね、少ない貯金が。あ、40万のね。そうそう、マスクが減っちゃうじゃないですか。確かにマスクって結構積み重なってますね。ちりつもというか、早く焦げてる、燃えてる。すいません、ちょっと話にやっぱ夢中になりすぎる。
だから手も口も両方動かす。ちゃんとしっかり。じゃあこれ。はい。これで。だからこれ事前にほぐしとけって言ってたので。いや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 、いい、この、カホリ、すごいカホリですよ。カホリです。はい、カホリ買ってます。なかなか、いいように。で、これ、浜田の、島根県の塩。高すぎだろ。これ半分こぼれてるだろ。こうした方がこう、まんべんなくいくんで。回せばいいけど、まんべんなく。確かに。さすが、トラやな。味の素、うん。それでごまかす。ごまかしいね、これ。これで美味しく。ああ、いいわ。トラ色にしたくて。これとか一番トラじゃない。お酒ないの？あ、お酒ですか？ありますよ。最初でしょ？はい。これで。新刊じゃないですか、これ。ちょっといただいた。あ、新刊じゃないですか。ちょっと僕も。俺の会食で全部を一緒にやったことすごいな。やっぱそのナンバー社長と一緒でこう、集まるというか。なるほど。そうです。勝手に。いただき物が。そうです。いただき物が集まるというか。それで、キリンさんから。キリンさんから。はい。いただいたもの。で、これでもね、YouTube 作ったら、キリンからまた案件が来るからね。あ、そうですね。しかも、南原社長が飲んだら、あった。スプリングバレー。これ新しい。皆さん、よろしくお願いします。ぜひ、ここに、いいねとコメントを。お願いします。はい、ね、新しく出た。クラフトビール。いいね。クラフトビール。買ったからちょうどいい。ちょうど、そうですね。だいぶ汗かいて。いや、汗かいて、すいません。お疲れ様でした。です。いただきます。いただきます。